この服どうでしょうか。どうしちゃった。同居取ってきて。はい。ちょっと何コーヒーこぼれちゃったから。汚れてたら君たちにお雑巾で拭くでしょ。雑巾。おい、はい。いやー、綺麗な柄になってよかったよかった。さあ、何なんだよあのさ。雑巾って。すいません、あの服作った人はあなたたちですか。あんた誰ですか。君、あの服作った人。二人で作ってる。私がデザイナーとパタンナー兼任で、絵が縫製。担当直任にいます。服を作ってブランドを作りましょう。イーストフィールド決めたことない。無理だよ。この前も6個社に断られてた。たった一度や二度断られたくらいで。自分の服を作りたいんですか、作りたくないんですか。作りたいけど。いや、そもそもあんた、あの服、それ私は不器用なので洋服は作れませんが、自分の先見の明には自信がある。トレンドを取り入れたいいものを可愛くて綺麗な人に着てもらってバズらせる。これは金になる。金かよ。ついてきてください。家でかすぎんだろ。まず何から。あなたたちが作った洋服認知してもらってください。認知。なるほど、ありました。これに出ましょう。ムース光家でやるの。この合同展示会が最初の目標です。こんなでかい展示会、しかも10月13日だから3ヶ月しかないじゃん。最近だけ文句ばっかだな。出るんですか、出ないんですか。出ます。わかりました。じゃあまずは探してください。トレンドを席巻するような可愛い子。はい、はい、あっちへ。ちょ、何すんだよ。ほら、探すよ。立って立って。あ、皆さん可愛い子なんてどこにもいないっすよ。たく頭も使わず言い訳ばっか。なんで SNS でバズらせようとしてるのに街中で探すんですか。バカなんですか。ちょっと。あー、すっきりした。そもそも期待していなかったので僕は見つけておきました。この方にもレベルお願いします。マリです、お願いします。マジ、かわいい。僕の余ってる部屋があったので、ここをアトリエにして服を作りましょう。配信環境も整えておきましたので。できた。よし、こっちも。これとこれを押すからめっちゃ可愛いんですよ。ほら、じゃーん。この上の服がレース。すいません、 SNS で見かけてきたのですが、詳しく話聞けますか。ありがとうございます。ではこちらで。まさかこんなオフィスが立つまでになるとは。ルームズの展示会でも大手と協業の話をつけてきました。あのクソアパレル社長に見せてやりてえわ。あの時はうちの兄が大変失礼しました。大変後悔していましたよ。はぁ、お前んとこのブランド流行ってるみたいだな。一枚噛んでやってもいいぞ。雑巾にしてた服のブランドに一枚噛むんですか。流行ってるなら話は別。どうだ。あんたみたいな先見の目を持たず、流行りにばかり金をつぎ込むジジイがいるから若い目が育たず廃れていくんだろうが、とあの二人が申しておりました。無論私も同感です。うちの経営状態知ってない。この靴汚れてきたので捨てようかと思ったのですが、
あなたもその服でこの靴を磨くなら紹介してもいいです。いい顔ですね。ではで、重要な儲けの配分なんだけど、全て投資しました、若手クリエイターたち。はい、さすが分かってるね。え、ちょっと物事ないの？焼肉は会社とか お寿司とか。もっと稼ぎましょう。あれ、でも東の新しい超いいパソコン買ってなかったっけ？あれは会社のためか。やってます、横領してます。クビです、クビ。カイさん、契約書ちゃんと見てますか？契約書なんてあった？ないよ。ありますよ、そのパソコン。あ、ちょっと動画撮ってください。これ窃盗罪ですよ、立派な。早く。15万、これ焼き切ってから。ああ、いいんです。